どうもアガポニです。今回はサーモンランド特集ウェーブ光映えについてです。それでは早速いきましょう。サーモンランでランダムで発生する特殊なウェーブの一つに、凶暴化した鮭が大量発生して光映えを目標にしてかなりのスピードで一列になって押し寄せてくるというパターンがあります。で、この列のどこかに金鮭が紛れていて、金鮭を倒すと金いくらを落とすので、これを狙って納品ノルマの達成を目指すといったものになっています。ただこのウェーブ、お頭線に並ぶくらい難しいです。サーモンランには複数の特殊ウェーブがありますが、間違いなくトップレベルの高難度で、正確な対処法を知らないと一瞬で全滅するレベルになってます。知っていてもね、崩壊すると一瞬で終わることが多いので、これ本当にね、激ムズウェーブだと思います。その崩壊の速さから、何が起きているかといった状況把握とか、次回どう立ち回るのがより正解かみたいな情報収集といったことがほとんどできないまま終わることが多いので、振り返りの対策すら立てにくいという観点で言えば、お頭線よりも厄介だと個人的には思いますね。で、このウェーブが発生する前兆ですが、まず時間帯が夜で、干潮以外で発生するというものになっています。その上で最初にプレイヤーの誰かに光映えがまとわりつきます。光映えはこんな感じの光のエフェクトで表現されるので、誰についているかというのは見た目でわかるものになってます。凶暴化した鮭たちはこの光映えに集まってくるという仕組みなので、まとわりつかれた人は鮭たちに猛突進されることになります。当然ね、自分についた場合は鮭たちが自分めがけて突っ込んでくることになりますね。で、光映えがついたプレイヤーが浮き輪になった場合、あるいは生存していても一定の時間が経過した場合、光映えは別プレイヤーに移動するといった動きをします。なので、誰か一人がおとりになり続けるような作戦は取れない仕様になってます。それと鮭たちの攻撃手段はこのラッシュによる単純な体当たりだけなんですが、かなりのスピードと個体数の多さ、加えて通過場所の足元が鮭インクで染まってしまうといったような点から、その脅威度は相当高いものになってます。というわけで、ここからはこのラッシュにどう対処していくのがいいかという点について解説していこうと思います。対処法として一番望ましいのは、とにかくプレイヤー4人が一箇所に固まって迎え撃つというものになります。鮭の数が相当多いので、味方が倒れて一人で迎え撃つような状態になった場合、圧倒的に弾幕が足りないことになります。たとえね、連射性能が高い武器だったとしても、打ち勝つことは不可能なレベルになってます。スペシャルを使えばね、一人でも一時しのぎはできますが、継続して耐え続けることはできないので、基本的には逃げる判断、時間稼ぎをしていくといった行動をしないと一瞬で浮き輪になることになります。ただ逃げたり時間稼ぎをしているだけではクリアできないので、並行して味方を復活させて体勢を立て直していくといった立ち回りが必要になりますね。で、どこに逃げてどう時間稼ぎをするかという点は後で解説しますが、こういった特徴から、基本的には4人分の火力を集中させて打ち続けるというのが重要ポイントになってます。その上でラッシュが途切れたタイミングを狙って金いくらの納品をしていく、まあ、そういった流れになるわけですね。で、連射が効く武器はなるべく鮭の殲滅寄りに専念して、連射が効かない、あるいは苦手な武器が納品寄りに専念するようにするとバランスが良くなってくるかと思います。とはいえ、ローラー系の武器が支給されている場合においては、ローラーが前線に出て右スティックをほんの少しだけ傾ける微速前進の引き攻撃をすることで、大方ね、一人で一気に倒せるという戦術があります。なので、光映えウェーブでローラーが一人いて、かつこの動きができる人がいると難易度がぐっと下がる感じにはなってますね。ただローラーでも軽ローラー系だとね、ノックバックが発生してしまうのと、ローラーにもインク回復の時間は必要なので、このあたりの点は他の武器によるフォローが必要にはなってます。で、具体的にどこで迎え撃つのがいいかという点ですが、それぞれのステージごとに紹介していこうと思います。まずは荒巻き砦からいきます。ただ荒巻きの攻略場所はいくつかありまして、熟練、達人、伝説といったランク帯によって変わってくるんですが、この動画ではね、慣れていない方よりの熟練、達人帯において安定しやすい場所を紹介していきます。で、前提としてこの金網下の壁はしっかり塗っておきます。荒巻き砦においてはこの壁にね、張り付き続ける操作、通称セミと言われるものですが、これをすることで一時退避、時間稼ぎができる場所になってます。なので、この壁が塗られていないだけでね、いざという時の全滅リスクが跳ね上がることになるので、ウェーブ開始前は常にチェックしておいて、なるべく美しく塗っておくことがポイントですね。
その上で鮭を迎え撃つ場所ですが、この高台の上かこっちのコンテナ付近になります。熟練達人隊においてはどっちにポジションを取るかで結構分かれがちなんですが、さっき言った通りとにかくプレイヤー4人が1箇所に集まって迎え撃つ体制、まとまった4人の火力が重要なので、ノラの場合その時のメンバーが集まる方に合わせる必要がありますね。で、高台に集まった場合は登ってくる鮭を迎撃し続けて途切れた隙に納品といった感じになります。ただこの方法はランクが上がっていくと納品が難しくなってくるという欠点を抱えているので、あくまで熟練達人隊の対処法という点は把握しておいてもらえればと思います。その上でもし迎撃体制が崩れてしまって自分に光映えがついた場合はこの壁を使って攻めをします。そうするとこんな感じでね、真下に鮭を集中させることができるので、この間に味方に鮭を処理してもらうといったことができます。で、光映えが別プレイヤーに移ったらすぐにセミを解除して迎撃に切り替えていくと、さらに納品もしっかりしていく感じですね。このセミ攻略を把握しているメンバーだった場合は誰か1人がセミをして残りの3人で迎撃と納品、光映えのターゲットが切り替わったらセミ役の交代といった連携が取れるとかなり楽になってきます。で、このセミを踏まえた立ち回りを実行するポジションとしてはコンテナ側のがやりやすいといった感じになりますね。このセミ攻略はたとえ1人だけでもね把握していると攻略できる可能性が上がってくるので、選択肢の一つとして覚えておくといいかと思います。一つ補足ですが、同じ場所で動かずにセミをしていると鮭はジャンプ攻撃をしてくるようになるので、5秒以上静止したセミをするのは危険といった側面があったりもします。なのでこの点は注意が必要になってますね。次はムニエール海洋発電所です。前提としてはこの高台の足場と反対側の足場をしっかり塗っておきます。ムニエールにおいてはこの2箇所の足場を行き来することで時間を稼げる場所になってます。足場が塗られていないと素早い移動ができない状態になるので、塗り状況の管理はポイントになってますね。その上で鮭を迎え撃つ場所はこっち側の高台になります。少し場所が狭いんですが、鮭のルートが1本に絞れるので正面に弾幕を張っておけば楽に一掃することができるといった場所になってます。で、ラッシュが途切れたタイミングで納品していくことになるんですが、もしね厳しい場合は光映えがついた人が反対側の足場に移動して注意を引くことで納品チャンスを作るといったことができたりします。とはいえこのムニエールに関してはコンテナとの距離があることから投げを使った納品がメインになってます。投げを使うということはそれだけインクが減ることになるので、結果ね納品も防衛も難しくなってくるという問題があるわけです。ここはねどこで対処するにしても納品に難が出る場所なので、インク管理がねより重要なポイントになってます。次はシュケナダムです。前提としてはこのコンテナのある高台の足場とこの側面の壁をしっかり塗っておきます。シュケナダムにおいてはこの足場と壁が時間を稼げる場所になってます。その上で鮭を迎え撃つ場所ですが、コンテナのある高台ですね。ここもね狭いんですが、最終的には一本道になるので、正面に弾幕を張っておけば一掃できる場所になってます。しかもコンテナも近くにあるので納品も楽な環境になってますね。とはいえ高台の場所が狭いので1人崩れるだけで崩壊も早いです。その場合光映えがついた人がこの左後ろ側から乗り降りを繰り返すことで時間を稼ぐことができます。
ただこれ簡単そうに見えてやってみると意外に難しいです。ポイントは3つありまして、1つが左後ろ意識という点ですね。これは満潮時に真後ろに下がってしまうとそのまま水没して浮き輪になってしまうのが理由です。2つ目が後列の鮭が下側にいないかのチェックですね。下に降りてもそこに鮭がいたらアウトなので、一瞬ですがしっかり確認しておく必要があります。で、3つ目が塗りです。少しでも鮭が通っていれば鮭インクに足を取られてしまうことになるので、降りながら塗っておく必要があります。とはいえここは高台と下との距離が短いので、猶予としてはほとんどないというのがデメリットではあります。なので状況によってはね、浮き輪になるときはなりますね。最後はドンブラコです。ドンブラコにおける迎撃場所はこのね、右の金網付近になってます。この場所に集まると右から来る鮭も左から来る鮭も最終的に正面のルートに誘導できるので、迎撃しやすいという特徴があるからですね。しかもコンテナも近いので納品もしやすいというメリットがあります。ただ光バエがついた人が後ろへ下がりすぎたり、あとは左側に寄ってしまうとね、鮭が左右から来る状態になって挟まれてしまうリスクが上がるので、光バエのターゲット状態になっている場合は納品は控えて、とにかく右端にいるようにするのがポイントになってます。といった感じで今回は光バエウェーブの脅威度とそれぞれのステージごとの攻略法を紹介してみました。サーモンランはいろんなことが起きるので、その状況に応じてより適切な場所、対処法はあるかと思います。なのであくまでね、複数ある選択肢の一つとして捉えておいてもらえればと思います。そもそもね、難易度が非常に高いウェーブなので、毎回 100% クリアできるようなものではないです。しかも高難度であることに加えて、壁でのセミとか高台から高台の素早い移動とか高台と地表の上り下りなんかも求められるわけです。さらにね、その行動をスムーズに実行するための塗り管理も必要になってくるので、攻略法を知ったからといってすぐに理想的な動きができるものではないという側面もありますからね。まあとにかく求められるレベルが高いことが厄介な光映えですが、プレイヤー全員の一斉火力、これが鍵となっているのはどこのステージでも一緒なので、できる限り協力プレイができるように意識していくことがポイントになってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。